赤く染まった夜空に流れる光の筋。道内各地の夜空を彩ったのはオーロラと流星群の共演です。オホーツクなどで昨日夜、太陽の活動が活発な影響で普段よりも低い緯度で見られる低緯度オーロラが現れました。さらに昨日は三大流星群の一つペルセウス座流星群の出現がピークに。夜空が赤く染まるオーロラと流れ星が共演する天体ショーが繰り広げられました。名寄市立天文台によりますと、同時に観測されたのは国内初とみられます。珍しい現象に天文台の関係者も興奮が収まりません。こんなレアなことって本当にあるんだっていう、次もう一回生きてるうちにあるかと言われるとないやろうなって思いますけど。今回はただ染まるだけでなく柱状のオーロラも確認されました。非常にやはり磁気嵐等がですね、強力だったというかですね、活動が活発だったというふうに言えるかと思います。多くの条件が重なって実現した夜空が天文ファンたちを魅了しました。